江戸時代の人の平均寿命は、どれくらいだったのか。今回の歴史ゆっくり紀行は、江戸時代の寿命について、紹介していこうと思います。織田信長は、熱盛という舞が好きでした。特に、人間50年、下天のうちを比べれば、無限のごとくなり、という一説を好んで待ったと言われています。人間50年とは、人の一生は50年ほどだという意味で、平家の時代から江戸時代には、平均寿命は50年と考えられていたようです。これを根拠に、しばしば、江戸時代の平均寿命は、50歳くらいだったと言われますが、現代用いられている人口統計の手法で計算すると、もっと短かったと考えられています。当時の平均寿命は正確には測れない。江戸時代には現代のような戸籍制度がなく、生まれた子供の数を、きちんと把握する仕組みはありませんでした。どこの家庭に何歳の人が何人いるか、というようなことは、大体わかっていたものの、7歳までは神の子などとも言われており、幼児を数えない地域もありましたので、科学的な人口統計をするための、基礎的データは残されていません。そのため、平均寿命を正確に算出することは不可能で、様々な資料をもとに、推定値が計算されています。おおよそ30歳から40歳だった。多くの研究者が、江戸時代の平均寿命について推論していますが、試算結果にはばらつきがあります。30歳というものも35歳というものもありますし、中には50歳という説もありますが、大体、30歳から40歳くらいだったと考えられます。短命なのは、乳幼児の死亡率が高かったから。平均寿命というのは、新生児が何歳まで生きられるかを統計学的に予想したものです。仮に5人の子供がいて、3人は0歳で亡くなり、1人は50歳、1人は100歳で亡くなったとすると平均値、寿命は30歳となります。長生きする人がいても、乳児の死亡率が高いと平均は低くなります。江戸時代には、医療技術が十分でなかったこともあり、生まれて間もない子供の死亡率がとても高く、そのため、理論上の寿命は短くなるのです。極端な例ですが、江戸時代の12代将軍徳川家慶には、男女合わせて27人の子供がいましたが、20歳まで生きられたのは家定一人のみでした。また、家慶の父親である、11代将軍家斉の子は50人いて、半数が20歳までに亡くなっています。将軍たちの平均は51歳。江戸時代の将軍は全部で15人ですが、その享年の平均は51歳です。初代、家康75歳、2代、秀忠54歳、3代、家光48歳、4代、家綱40歳、5代綱吉64歳、6代、家信51歳、7代、家継8歳、8代、吉宗68歳、9代、家重51歳、10代、家春50歳、11代、家成69歳、12代、家吉61歳、13代、家定35歳、14代、家持21歳、15代、吉信77歳です。栄養状態は、庶民に比べて圧倒的に良かったはずですので、比較的長生きの人が多いようです。長生きした人も大勢います。歴史上の偉人たちの中には、長寿を全うした人も少なくありません。葛飾北斎は90歳、杉田玄白85歳、貝原駅賢85歳、滝沢馬琴82歳、上田明成76歳、楊貫74歳、伊能忠敬74歳、徳川光圀73歳、近松門左衛門72歳などとなっています。寿命はあくまでも統計的な推定値。我が国の平均寿命が50歳を超えたのは、1947年、昭和22年です。当時の統計上では、
昭和22年生まれの人は、だいたい50歳くらいで亡くなると予想されていたわけです。しかし、この年に生まれた267万人のうち、8割以上が60代半ばを過ぎても存命です。統計にはそんなマジックのような側面があることも、知っておいた方が良いでしょう。江戸時代の平均寿命は、30代半ばくらいと推定されますが、皆が早死ににしていた訳ではありません。長生きする人も少なくありませんでした。セイゴメイド。アリガトゥ。ヨカタラ。チャンニラトゥロク。ワニガイダガザル。今日は、50歳くらいだったと言われますが、現代用いられている人口統計の手法で計算すると、もっと短かったと考えられています。当時の平均寿命は正確には測れない。江戸時代には現代のような戸籍制度がなく、生まれた子供の数を、きちんと把握する仕組みはありませんでした。どこの家庭に何歳の人が何人いるか、というようなことは、大体わかっていたものの、7歳までは神の子などとも言われており、幼児を数えない地域もありましたので、科学的な人口統計をするための基礎的データは残されていません。そのため、平均寿命を正確に算出することは不可能で、様々な資料をもとに推定値が計算されています。おおよそ30歳から40歳だった。多くの研究者が、江戸時代の平均寿命について推論していますが、試算結果にはばらつきがあります。30歳というものも35歳というものもありますし、中には50歳という説もありますが、だいたい30歳から40歳くらいだったと考えられます。短命なのは、乳幼児の死亡率が高かったから。平均寿命というのは、新生児が何歳まで生きられるかを統計学的に予想したものです。仮に5人の子供がいて、3人は0歳で亡くなり、1人は50歳、1人は100歳で亡くなったとすると平均値、寿命は30歳となります。長生きする人がいても、乳児の死亡率江戸時代の人の平均寿命は、どれくらいだったのか。今回の歴史ゆっくり紀行は、江戸時代の寿命について、紹介していこうと思います。織田信長は、熱盛という舞が好きでした。特に、人間50年、下天の内を比べれば、無限のごとくなり、という一説を好んで待ったと言われています。人間50年とは、人の一生は50年ほどだという意味で、平家の時代から江戸時代には、平均寿命は50年と考えられていたようです。これを根拠に、しばしば、江戸時代の平均寿率が高いと平均は低くなります。江戸時代には、医療技術が十分でなかったこともあり、生まれて間もない子供の死亡率がとても高く、そのため、理論上の寿命は短くなるのです。極端な例ですが、江戸時代の12代将軍徳川家慶には、男女合わせて27人の子供がいましたが、20歳まで生きられたのは家定一人のみでした。また、家慶の父親である、11代将軍家斉の子は50人いて、半数が20歳までに亡くなっています。将軍たちの平均は51歳。江戸時代の将軍は全部で15人ですが、その享年の平均は51歳です。初代、家康75歳、2代、秀忠54歳、3代、家光48歳、4代、家綱40歳、5代綱吉64歳、6代、家信51歳、7代、家継8歳、8代、吉宗68歳、9代、家重51歳、10代、家春50歳、11代、家成69歳、12代、家吉61歳、13代、家定35歳、14代、家持21歳、15代、
義信77歳です。栄養状態は、庶民に比べて圧倒的に良かったはずですので、比較的長生きの人が多いようです。長生きした人も大勢います。歴史上の偉人たちの中には、長寿を全うした人も少なく、